この飛行、またの飛行の様子をゆっくりとご覧いただきましょう。和歌は和する歌とも言われ、目で読むというよりは声に出して読み上げるものです。これを飛行と言います。宮中の歌会を始めてお聞きになったことがある方もいらっしゃるでしょうか。技法は代々受け継がれ、宮中では飛鳥流。本日披露するのは冷静流、神宮の単月会と同じ流儀となっております。さあ、これより西王様、そして次女に和歌をしたためていただきます。これにしたためていただいた和歌は、西行が読まれた歌の和歌が、西行女房、吉子女房とその娘、乗りこなし新郎の歌を選びました。技法は最初は節をつけずに読みます。その次に節をつけて歌います。あまり聞きなじみがありませんので不思議に感じられるかもしれませんが、ぜひ本日はゆっくりと楽しんでいただきたいと思います。虹がおてる。
てやる平気も。そうそう、ちっちゃく声そうなんよね、この大時だから。あ、今までこれそろそろ気球が上がるかな。気球上がりますかね、そうそう、うん、上がりますよ。木が入ります。今日は本当に風がないで、あんまり風あった時あれね。そうですね。結構ね、やーって揺れるもんで。こちらも高発やんですね。そうそう。雅楽と気球のコラボ、なかなかこういうのは初めてかもしれない。今日はもう昼からずっと雲一つないいいお天気で、夕日もね、非常に綺麗に暮れていきました。あー、ガタガタ。八脚門ですね、ここは。これで八脚門の柱が8本。へぇ、これ1段よ。で、向こうにも4本あるんです。うん、あ、それで8本の足があるんで、八脚ですね。八脚門。はぁ、はい、これが最高の入り口ですか。へぇ、ずいぶん西殿からは遠いですけど。遠いですね、ここからだと。これね、領庁になってるね、ここで。へぇ、ここを通らないと絶対に入れない俳句。私はくらいかな。600人くらいの方がお使いそうって。600人、うん、この中にね、この町並みにね、500人から600人、500人から600人、うん、1人の採用がおられて、 それに対して500人から600人の方々がお使いするかと。ここから、まさにそうですね。こうやって10分の1模型で再現されている、ね、そしてまあこういう風に各省庁が当時あったみたい。これなんて書いてあるのかしら。行庁、うん、行庁と書いてあるそうです。はい、まあ、こういう風に一つ一つ各省庁のね、建物があったそうでして、そういうものが5番の目になって、ここら辺にね、ぼやんと、ほんとここに月が出てくるといいんやけどね。そうですね、うん、本来ならそう、この辺、この後ろくらいから、そう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 、この辺からこう、月が、うん、あと1、2時間くらい空上がってくるんですよね、うんうん、今日はでもいいお天気なんで、うん、多分出るとすごく綺麗にするはずなんで、うん、そうもね、星が見えてきて、でも月もうちょっとしたら出てくるから。そうですね、ガラスが始まりましたね。エテンだっけな、ちょっと、ここで今、儀式、寒月宴が完結したという感じで、こういう整備のような感じになっていると。月の宮のね、素晴らしい幻想的な景色が、まあ、次は私はちょっとなんかさよなくると雰囲気違うでしょ、この感じって。そうですね、うん、これこれでなかなかね、うん、ちょっとこう、なんていうか、この広々した空と、この、もう、お茶水、静かな感じ。そう、前あった、うん、
海洋祭りの時には本当に賑やかで、ね、華々しい感じでしたけれども、今日はやっぱり寒月っていうこともあって、非常にこうしっとりと静かな感じの雰囲気がいいですね。夜の静かな。今この中で西洋およびそのスピリットの人たちみんなあの中に入って感じが行われていると、ガラスが密かに聞こえてきますね。この辺り一帯が当時の西洋の街並み、5番の目になって街並みをこの辺に行ったり、外からしか見えへんだから、こっちにお役所の建物なんかも建ってたらしい。いや、そういう意味じゃないか、素晴らしい。たまたま、そう、見えてしまっただけ。はいはい、もうこれからお茶席に参ります。お茶席ですね。はい、お茶席を出してくださってるそうなんで、お茶をこれからいただいてまいります。この後またしばらくすると花火が上がってね、またそれが本当に素晴らしいそうなので楽しみにしております。いや、お茶いただいてきます。なんか細胞がめちゃめちゃ動きました。
なんかよう上がってる。なんかスカーッと見えるでしょ、ここ。見えます。うん、皆様いかがでしたでしょうか。昔の人も同じような月を見たんでしょうね。あ、そう。これ多分変わった。今日はね、今日も綺麗、めっちゃ綺麗やね。うん、綺麗な月。うん。古代から変わらない月なんでしょうね。うんうん、多分これで見て歌でも書いてたの。そうでしょうね。こう雅楽の音色が響きながらすごく素敵な。うん、今あれか、2個かな？ 2 個しかない。そうですね。うん、この。うん、大変素晴らしい感激でした。ありがとうございます。